お化けフォークで三振の山を築く育成の星、千賀滉大。今回はそんな千賀の面白いエピソードを50個紹介していきます。愛知県出身の千賀は子供の頃、中日ドラゴンズファンの父親と一緒によく名古屋ドームで中日戦を観戦していた。しかし千賀は当時阪神タイガースに在籍していた金本智明のファンだったらしく、密かに阪神を応援していた模様。千賀は高校時代は身長こそ高かったものの、体重が55キロ程度しかなくガリガリだった。遠征の際にはご飯を茶碗一杯しか食べることができず、監督から心配されるほどだったとか。そのため監督はまずは千賀に対しご飯を十分に食べることから指導したらしい。そんな高校時代の恩師である金子監督が千賀のピッチャーとしての才能を見抜いた第一人者で、千賀のキャッチボールを初めて見た時にすごい回転数のある球を投げる子がいて、この子はピッチャーだと思ったと語っている。ただし千賀に対する第一印象はマッチ棒みたいな子だった模様。ちなみに千賀は高校入学当初サードを希望していたそうで、監督から投手を勧められなければ内野手をやっていた。監督は千賀の才能に大きな可能性を感じていたが、千賀自身は当時自身のその大きな才能に気づいていなかったらしい。金子監督は高校時代の千賀について、貪欲で負けん気が強く探求心を持っていた、それにとても天真爛漫な性格だったと語っており、当時の千賀はうわー嬉しい、なんでそんなボール取れんのや、ストライクやろと何でも言葉にするタイプだったとのこと。千賀の才能を見抜いたのはプロのスカウトではなく、なんと愛知県名古屋市のスポーツ用品店を経営する西川雅治さんだった。地元アマチュア球界の事情通でプロのスカウトからも信用されていた彼は、進行のあとソフトバンクの小川スカウトに獲得を進言。小川氏もこの進言を聞き入れ、他の球団が育成でも厳しいと判断した千賀を指名に踏み切った模様。千賀は育成ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスから指名を受けた。しかしこの指名に一番驚いたのは千賀本人で、嬉しい気持ちはもちろんあったが、ホークスさん正気ですかという気持ちでいっぱいだったらしい。千賀にとっても晴天の霹靂だったドラフト指名、それでもプロ入りに対する迷いは一切なかったそうで、やるしかないという気持ちで溢れていたらしい。ちなみにその頃は自分のことをプロ野球の底辺だと思っていた模様。千賀は1年目の3軍練習でメニューの半分も消化することができず、気分が悪いと離脱。当時の倉野3軍コーチからは、軽いメニューなのにある意味衝撃的だったとコメント。正直他の育成ルーキーの方がよく見えていたとも言われてしまう。この時の千賀について首脳陣は、エンジンはすごいけど車体は軽自動車と表現し、千賀の高いポテンシャルに体が追いついていなかったと語っていた。しかしその素質は魅力的であり、じっくり体作りをすればものすごい選手になるのではないかと期待されていたらしい。千賀は自分の性格をネガティブだと語っている。マウンドで見せる圧倒的なピッチングからは想像できないほど後ろ向きで、いつも心中ではこれじゃダメだ、まだやれることがあるのではと葛藤しているらしい。ちなみにそんな千賀は入団当初、最高球速が高校時代にマークした144キロだったが、同期入団の柳田悠岐が遊びでピッチングをした際に140キロをマークしたのを目の当たりにする。プロでは外野手でも140キロを投げるのかと絶望したとのこと。ちなみに千賀の才能を発掘できなかった地元中日ドラゴンズのスカウトは、ソフトバンク入団後に2軍で千賀を見た際に、愛知にこんな選手がいたなんてと心底悔しがったらしい。千賀は球界のエース田中将大と同じく桃色クローバー Z のファンであることも知られている。ソフトバンク時代には盟友である石川修太とよくももクロについて語っていたらしく、なかなかのファンだった模様。ソフトバンク時代、そんな千賀のグローブにはクローバーの刺繍がしてあった。このグローブが世間に知れ渡った際に SNS 上では、千賀も桃の符だったのか、優れたピッチャーは泥綿になる宿命でも背負ってんのかと大盛り上がりだったらしい。千賀と石川は共に自主トレを行うなど非常に仲が良い。石川は千賀のメジャー初登板の際には、自分の試合が近いにもかかわらず生観戦をしようとした。さすがに自分の体調を優先して断念したものの、試合が近いから寝るねと連絡し、それに対して千賀はお互いいい1年にしようぜと返し、そのやり取りはまるでカップルのようだった模様。ある日千賀と石川が一緒に食事に行った際のエピソードをツイッターに公開。石川は遅刻したから説教と食事の約束に遅刻してきた千賀に説教したことをファンに報告。写真には割り箸を持ってうつむく千賀の姿が写っていた。しかしその千賀の顔はにやけており、ファンからは反省してない、可愛すぎる千賀、話聞いてないなどのコメントが集まったらしい。ソフトバンク時代に千賀は自分の登板する試合前にももクロの曲を聴いて頑張りたいですと石川に話したことがあった。それに対し石川は、聴いたから頑張るんじゃなくて頑張ったから聴けるという風にしなさいと忠告。これには千賀もなるほどと目から鱗だったようで、試合に頑張ってももクロの曲を聴こうと気合を入れ直したとのこと。
千賀の決め球であるフォークはその落差からお化けフォークと呼ばれ、千賀の代名詞となっている。ちなみにそのあまりの威力から相手チームのファンから禁止にすべきと言われるなど、相手チームやそのファンからは絶望の対象として見られていた模様。しかし千賀のフォークは入団当時ほとんど落ちず、チェンジアップに近い球だったとか。2年目のオープン戦で体調を崩し、2軍で療養のため 2,3 日投げずにいたら、なんとフォームを忘れてしまう。その時にいろんな投げ方を試行錯誤したところ、フォークが落ちる投げ方をひらめいたらしい。そんなお化けフォークは元中日ドラゴンズの吉見和樹のアドバイスで大きく安定感が増したとか。2012年の自主トレで千賀自ら吉見にアドバイスを求めた結果、完成度の高いフォークが投げられるようになった。しかしそれまでは20球に1球しかまともに落ちないフォークだった模様。千賀は2015年に一般女性と結婚している。なんとこの年のソフトバンクの優勝旅行に入籍前の奥さんを同行させ、当時のソフトバンクの監督だった工藤公康に入籍の挨拶を済ませてしまったらしい。そんな千賀と奥さんのもとに2018年の1月に長女が誕生した。なんと生まれた日は千賀本人と同じく1月30日で、千賀にとって一番の誕生日プレゼントとなった。プライベートではグラウンドの勇ましい姿からは想像できないくらい優しいパパで、愛する娘にメロメロの模様。千賀が2020年に通算先達三振を達成した際、チームメイトから記念ボードに寄せ書きをしてもらった。同期で千賀と同じく育成ドラフトから正捕手に上り詰めた甲斐拓也からの「千賀の力2割、俺の力8割」という書き込みには千賀も爆笑してしまったらしい。ワンピースが大好きなことで知られる千賀は、取材でワンピースについて存分に語る機会をもらった。子供の頃から愛着のある作品について語る千賀は、マウンドにいる姿とはかけ離れており、少年のように目をキラキラ輝かせていたらしい。ソフトバンク時代、千賀は甲斐とバッテリーを組んで試合に出場することが多かった。甲斐のワンバウンドを止めた後やデッドボールを避けた時のリアクションなどが千賀には面白いらしく、試合中にもかかわらずツボってしまうことがよくあった模様。2019年には千賀は育成選手として初めてノーヒットノーランを達成する。その試合まで千賀は自身3連敗中で、バッテリーを組んでいた甲斐から試合前に、今日はお前のために頑張るから、その気持ちに応える気持ちで投げてくれと葉っぱをかけられた。そして千賀は甲斐の気持ちに見事に応え、ノーヒットノーランを達成した。そんな相性抜群の2人だが、その2週間前の登板時にはカメラマンも喧嘩かと驚くほどの大声で言い合いをしていたらしい。千賀は2021年の東京オリンピックで日本代表として金メダルを獲得。その功績をたたえ、2022年に地元である愛知県蒲郡市の JR 名鉄蒲郡駅南口前に記念のポストが設置された。なんとこのポストは金メダルにちなんだなのか、世にも珍しい金色のポストらしい。ソフトバンク時代は DH の試合がほとんどで、千賀が打席に立つ機会は交流戦に限られていた。それでも打席に立った7試合のうち4試合でヒットを放っており、プロでの通算打席数は18打数4安打と好成績を残している。打者としても非常に非凡なセンスを持っており、その豪快なスイングは野手顔負けだった模様。そんな千賀はソフトバンク時代、2021年に行われたファンフェスタでホームランダービーに参加。強打の野手たちに負けじと豪快な構えから特大の一発を放つなど大きなインパクトを残し、これにはファンからもスラッガー千賀、投手の打球じゃないと驚きの声が上がっていたらしい。才能が開花した後の千賀は順調なキャリアを歩んできたように見える。しかしソフトバンク時代は完璧なピッチングをしながら一本のホームランに泣くことも多く、ファンからは一発病と酷評されることもあった。千賀は子供の虐待をなくすための活動であるオレンジリボン運動への支援を行っている。2児の父親でもある千賀はこの活動に関してインタビューを受けた際には、言葉を選びながら自分の思いを語った。そしてそのインタビューの最後には、各家庭の問題があることは理解しているつもり、それでもやるなやとは思いますねと語るなど、その表情は静かな怒りがにじんでいたらしい。2020年の日本シリーズ第1戦に先発した千賀は4回にノーアウトで 1,2 塁のピンチを背負う。後続を内野ゴロに打ち取り、見事併殺打に切って取るが、ここで事件が起きる。なんと相手打者がファーストを守っていた中村晃の足をキックしてしまい、普段温厚な千賀が怒りをあらわにした。幸い中村の真摯な対応により大事にはならなかったものの、珍しく千賀が怒りを表した光景にファンからは、併殺取れたことより中村の心配するのがさすがと称賛のコメントが寄せられた模様。千賀は2022年のシーズン前、とあるスポーツライターからのインタビューで、なぜ育成からここまでの成功を収めることができたのかという質問に対し、自分に期待していなかったからじゃないですかと回答。この回答にはライターも頭が真っ白になるほど驚いたらしい。このインタビューについてライターは、30年以上になるスポーツライターで初めての経験と語るほどの衝撃だったらしいが、
千賀は至って大真面目に回答していた。ほとんどのアスリートは自己肯定力が高いらしいが、千賀はこの自己肯定力が低く、それが千賀を成長させる一番の要因だった模様。千賀がポスティングでメジャー移籍する際にソフトバンクとの確執に近いものがあったと告白。2022年のオフにはテレビ番組で、試合の勝敗で気持ちが動かない、自分の成績や数字に対しては気持ちが動かなかったなどと発言し、野球ファンの論争を呼んでしまう。その後自身のツイッターでこの騒動について弁明。ポスティングを 5,6 年前からお願いしていて、それを断られるところまでは理解していた。そこからなぜダメなのかという話になった途端、忙しい、時間が取れないなどの理由でミーティングを行ってもらえず、それを言われた瞬間に何かが切れたのは事実ですと告白。なんと時には寝ずに試合に行く日もあったらしい。それでも千賀は球団の対応には納得できないところもあったが、球団が選手を出したくないのは当然のことと一定の理解を示し、今後ポスティングしたい後輩が声を上げにくい環境にならないようにしたかったと説明し、 SNS 上や OB の中で多くの議論を呼んだ。それでも最後には千賀らしく Twitter でソフトバンクとの不仲説を否定し、自身の発言を過激な部分、幼稚な箇所もあったと反省しつつ、球団に悪いイメージを与えないように振る舞っていた模様。2022年12月に行われたメッツの入団会見で、千賀はショーボルター監督の印象を聞かれると、最初は顔が怖いと思ったんですが、話してみたらめちゃくちゃ明るくて出迎えてくれるような感じだったんで、すごく話しやすいですとジョークを交えてコメント。これには現地メディアも大爆笑だったらしい。千賀がメッツへの入団を決めたのは、ジャスティン・バーランダー、マックス・シャーザーの両ベテラン投手が所属していたことが大きな決め手になったという。キャンプでバーランダーとペアを組み、投内連携やキャッチボールをこなすと、バーランダーに投げたり受けたりってどういう状況やと自らツッコミを入れるなど、憧れの選手との練習に夢見心地だったらしい。そんな千賀の入団が決まった際、背番号を決めかねていた千賀は、なんとツイッターやインスタグラムなどの SNS で背番号のファン投票を実施。これに対しメッツの公式ツイッターがリプライし、 47% という高い投票率で34に決まった。ちなみにこの番号はメジャーで通算324勝を挙げたスーパースターであるノーラン・ライアンもつけた番号で、入団前からファンからの期待を一身に受けていた模様。2023年2月の会見で千賀は現地の爆笑を誘う。好きな食べ物を聞かれた千賀は間髪入れずにピザと即答。あまりの迷いのなさに会場中から爆笑が湧き起こり、ファンからもお気に入りの選手になる気がする、彼にピザを与えろ、すでに大好きだなどの声が上がり、シーズン前からファンのハートをわしづかみにしてしまう。あ、ピザ。2023年4月1日の登板2日前、ここに来てだんだんイメージが湧いてきたのかなと思います。まだ1日前なんで、今から気持ちが入っても疲れてしまう、入れないようにしているのもあります。今はとにかく楽しみが一番ですと真剣なコメント。それでも来たのは、あなたの家族や友人、ファンは早起きして見てくれますかとの質問には、見てくれないと言ったら叩き起こしますと笑いを誘い、ユーモアも忘れなかった模様。千賀はメジャー移籍後の初登板でお化けフォークを駆使して三振の山を築き、見事に初登板で初勝利を挙げる。試合後、対戦した相手バッターがお化けフォークを空振りした後に、意味がわからないというかのように首をかしげる仕草が話題を呼び、その威力を世に知らしめることとなった模様。千賀のメッツでの本拠地デビュー戦、千賀が三振を取るたびにお化けのキャラクターが電光掲示板に登場。これには日米どちらのファンからも多くのコメントが寄せられ、何これかわいい、たまごっちに出てきそう、この演出いいな、これはとてもクールだと大好評だったらしい。メジャーデビューした千賀のグローブにはお化けの刺繍がしてあり、日米のファンから注目を集めている。 SNS では、何このグローブかわいい、このグローブ公式のキャラなどのコメントが集まり、見事にファンのハートをキャッチした模様。千賀はアメリカの記者からお化けフォークについて、どんな球ですかと質問を受けた際に、難しいと困惑、ボールが見えたと思ったらいなくなるのが由来なので、こっちでもそうなるよう頑張りますと苦笑い気味に答えていたが、記者はその答えに大満足だったらしい。メジャー3試合目の登板となった2023年4月14日のアスレチック戦では、敵地にもかかわらずメッツのファンが大勢駆けつけた。千賀が三振を取るたびにお化けがフォークを持つイラストがプリントされた応援バナーを一つずつ掲げ、千賀を鼓舞していた。しかし敵地のファンをキレさせないためのファイルからか、警備員がこれをやめさせバナーを撤去してしまう。この試合でメッツは5回に猛攻を見せ、その攻撃は20分にも及んだ。メジャーリーグでは自軍の攻撃中にベンチ前でのキャッチボールを禁止しているため、千賀は先発した試合にもかかわらず、試合中にブルペンで投球練習を行う羽目になってしまう。地元放送局もこの映像をツイッターに投稿し、イニングが長すぎるため千賀がブルペンでアップしていると、この奇妙な光景を不思議がっていた模様。
2023年からメジャーで導入されたピッチクロック。初登板を終えた千賀がベンチから声援を送る中、このルールで相手の打者が三振に倒れる。すると千賀はこれにびっくりし、目を丸くして驚きの表情を見せる。アメリカのスポーツ局がツイッターでこの千賀の表情を取り上げると、ええ顔しててめっちゃおもろい、高大大好きなどのコメントが日米のファンから寄せられたらしい。ということで今回は千賀滉大にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをぜひともよろしくお願いします。それでは。